クラシック大好き的場優です。クラシック音楽家の人生や性格を見るとすごく人生を考えさせられたり、あとは勇気をもらったり、やっぱりどんな天才であっても私たちと同じ人間なんだなと思わせてくれて大好きで、たくさん本を読んでおります。ベートーベンというのは、絶対にベートーベンの人生を今からやってくださいと言われたらやりたくないぐらいちょっと大変なんですけれども、ベートーベンの音楽というのはやっぱり唯一無二というのが本当に素晴らしいと思いますね。そして例えば、ロックシンガーとかロックのミュージシャンが聞いても、あ、すごい、こんな新しいこと、もう1800年代にしてたの、1700年の末にしてたのって思うぐらい新しいことをしてるんですね。なのでやはりベートーベンというのは一番上に君臨していいというか、基礎を作ったハイドンとかモーツァルトの時代で音楽の基礎を作ったりとかクラシックのねあったりするんですけど、あとは神様のために作ったバッハも絶対に無視はできないですけれども、やっぱこのハイカラっていうか今の時代にもつながる新しさの音楽っていう風に考えると、やっぱ今私すごいベートーベンって本当にすごいなと思ってしまいます。ベートーベンは遺書を書いてですね、もう耳が聞こえなくなった時に自分の人生を終わりにしたいと思ったという手紙が残っているというですねことがありますけれども、生き延びてくれたからこそ私たちの今のこの音楽の創作活動にもすごく役立つ存在ですし、普通に生きてる一般社会の人に対してもですね希望をくれる音楽で本当に素晴らしい存在です。やはりドイツという国はですね、ヨーロッパのそんなに初めは田舎のようなオーストリアとかあとイタリアとかそういうところに無視されるぐらい小さい存在だったドイツですね、そこからこんなに音楽の素晴らしい人たちが生まれている、さすが耳の国ドイツということです。はい、ということでベートーベンの人生にはなりたくないですけども、ベートーベンが私たちに残してくれた影響力というのはどんなやっぱ人間よりも素晴らしいですね。本当にベートーベンは無視できないなと思っております。そしてその後に出てくるのが、ロマン派ですね。ショパンを中心として、リスト、メンデルスゾーン、シューマン、あとピアニストでクララ・シューマンがいたり、その後はブラームス、そしてロシアのチャイコフスキーなんかも、ロシアの人もそのクラシックに仲間入りしたっていうのがチャイコフスキーだなと思うんですけど、そういうのにつながっていきますね。チャイコフスキーの後輩にはラフマニノフがいたりしますけれども、どの人生がいいかなって思うときにお金だけで考えると、ヨハン・シュトラウス2世ですね、この人がナンバーワンで、遺産2000億というとんでもないお金を残しておりますね。美しき青きドナウ、ウィーンのニューイヤーコンサートで演奏されますよね。もうこれで生きてるうちからすごく儲かったということで、やはり享楽的なものを、音楽に人は求めるのかなと思ってしまいますよね。やっぱりピアニスト、音楽家からするとですね、ショパンの音楽の方が絶対に弾いてて満足感がありますし、すごく芸術性が高いなとやっぱ思ってしまいますので、シュトラウス2世の曲も演奏させていただきますけれども、やはりちょっとこの、演奏してて自分も満足感があり、そしてお客様たちも、あ、いいもの聞いたなって思うのはすごくショパンだなというふうに思います。なのでお金と芸術というのは絶対に比例しないなといつも思ってしまいます。そしてドイツがそういう風に目立っていた時代ですね、ロマン派なんですけれども、後期ロマン派からその後現代に至るまでの間にですね、絶対に無視してはいけない時代というのがありまして、それがフランスの印象派ですね。少しずつ始まっております。ドイツの音楽を勉強して天才だと言われたサンサンスという、フランス人いますね、この人からだんだん始まりだしてましたね。フランス人がちょっとこのクラシックの音楽史にこう牙を剥くというか、私たちも全然独自の音楽作れますから、というのはサンサンスぐらいから始まったかなと思います。そしてガブリエル・フォーレですね。フォーレもフォーレの音楽って本当に難解なので、まだまだこれからもっと勉強しなきゃなと思うんですけども、フォーレが続きますよね。そしてなんといってもドビュッシーです。ドビュッシーは私はベートーベンと同じくらい唯一無二の人でですね、バッハ・モーツァルト・ベートーベンというふうに全部淘汰された時もドビュッシーは淘汰されないと思います。
バッハ、モーツァルト、ベートーベン、そしてドビュッシーだと思います。のショパンはですね、ピアニストとして本当に素晴らしいと思いますが、新しい音楽を作ったとか新しいことを発見したということで考える、歴史で考えるとちょっと一回除外させていただきます。ロマン派の時代というのはやはりピアノが中心にあってショパンが中心にいたわけですけれども、新しい音楽を作ったというふうに考えるよりも、もっとその感情を込めて私は恋をしている、とっても素晴らしいというのを音楽で表したり、私は本当にムカついている、本当に傷ついているというのをこの音楽で表現する。例えばシューマンとか、シューマンの音楽というのは演奏することに喜びを感じる音楽と言われますね。聴くよりも演奏するときに喜びを感じる音楽、それは音楽に余白があるからと言われております。余白があります。トロイメラ夢という曲ですけれども、この曲はすごく幸せな時に弾いてもいいし、失恋した時に弾いてもいいと思うんです。大切な人が亡くなった時に弾いてもいいと思うんです。それが余白ですね。これはショパンのマズルカです。マズルカというのはポーランドの民族舞踊のことですね。というのは民族性が強いですよね。なので余白というふうに考えると、シューマンよりないと思うんですよね。やっぱ私とか日本人なので、ポーランドの民族舞踊で素敵だなとは思いますけれども、自分とは遠いなとは思うんですよね。ですがこのシューマンとなると近いんですよね。私たちの人生に寄り添っているのはシューマンかなと思ったりとかします。脱線しましたが、このロマン派の音楽というのはですね、やはり感情に訴えかけるものが多いです。さっきのシューマンじゃなくてショパンの曲もですね、やはり、ショパンは早いうちにもう20歳まで自分のポーランドに住んでましたけれども、その後はもうフランスで活躍して39年で亡くなるのでですね、故郷に戻ることがなかったんですね。なのでもう故郷に対するその気持ちというか、それは計り知れないものがあります。私がもう横須賀に帰れないみたいなことですからね。そういうことを考えるとやはりちょっともう悲しくて、もう目も当てられないです。なのでやはりロマン派の中心でいいと思います。望郷心といいますか、そういうことですね。なので、はい、やはり、ロマン派の時代というのは新しい音楽の創作というよりは、感情のトロという感じなので、新しい音楽の、歴史にはちょっと一回除外させていただきます。でもそのロマン派時代にたくさんの音楽家が残っているというのもちょっと無視できない面白い事実ですよね。本当に大勢、やはり音楽でこう演奏するというふうに考えるのって、やっぱりその感情をそこにこう移すということが一番の醍醐味といいますか、それを感じますね。だからドビュッシーとかになってくると、ドビュッシーも感情的であったり、私生活はもう恋愛のごたごただらけの人なんですけれども、ちょっとこう、芸術においてはこう一線引いてる感じですよね。月の光なんかもうちょっと客観視して、こう月の光、自然を描写してますね。ドビュッシーのようなその印象派の音楽の人たちは自然を描写するっていうのが結構特徴ということで、マネ、モネ、ルノワール、そういうセザンヌとか、そういう美術 の, 印象派の人と一緒に言われがちですね。それをドビュッシーは嫌だったというふうに言って、自分の音楽は印象派よりもむしろ象徴派だったっていうふうに、それは本当にその通りだと思いますけど、象徴ですね。その切り取る、断片を切り取る音楽ですね。中道育代さんが YouTube の動画で言っていて素晴らしいなと思ったんですけれども、ドビュッシーの音楽には時間がないっていうんですね。だからベートーベンとかそういう人たちはソナタ形式とかなので、時間があるんですね。2つの主題、2人の男女が出会って、それがこう恋をして喧嘩をしてっていう、時間軸で動いているですね、こう横の動きなんですけれども、ドビュッシーというのは月の光っていう断片を深く掘るんですね。それってすごくないですか。その長いその年表のような音楽じゃなくて、その一個の瞬間を深く深くこう取り除いて、そこをですね、3、4分とかもっと長い10分とかの芸術にするんですよ。
それはやっぱ新しい考えで、それがドビュッシーの凄さだっていうのは、私はそれちょっとかっこいいなと本当に感銘を受けてしまいました。やっぱドビュッシーの音楽はちょっとただもんじゃないぞと興奮してしまいますね。まあ、ドビュッシーと、まあ、あとはラヴェルですね。まあ、ラヴェルもまたちょっと全然違う魅力がありますよね。ラヴェルの方が、なんかそのバッハとか、そういう昔の解雇主義なところもあるんですよね。形式の中で新しいことをしようというところがあって、またいいなと思います。亡き王女のためのパバーヌとか、亡き王女とか、やはり昔に興味があるんですよね。そして、スイスの時計職人と、ロシアのストラヴィンスキーが、ラヴェルのことを言ったんですね。すごく正確な音楽だって言われるんです。そこがちょっと、結構自由奔放なドビュッシーと正反対のところもありますけれども、でもまあドビュッシー、ラヴェルという、この二人がすごくフランスのクラシックで、ドイツに負けないぐらいの音楽を作ったというふうにまず言われておりますね。そして、ちょっとこれからだなって、アマチュアリズムによって、アカデミックな人たちに無視されがちなのがエリック・サティ。でも一番の変わり者ですね。そんなに難しくないので軽んじがられがちなのですが、意外と新しいことめちゃくちゃ知ってるぞって。でだからドビュッシーは分かってたんですね。なのでドビュッシーは4歳年下のサティとこういう関係がありまして、そして天才同士のよくあることですけども、喧嘩をしてしまったんですけれども、ですがお互いこう少ない理解者といいますかね、魂をこう震え、お互いにこう震えた感じ のなかなか、いい友情関係を気づいた時期もあったということなんですね。エリック・サティもなかなか無視できないです。フランスというのがこの後の時代になって、クラシックの年表に出てくるというのも、私はすごくなんか面白いなと思います、ね、ドイツが主導権を握っていたけれども、こうフランスのもうドイツにはないこのシャレっ気ありますね。それがこう出てきたっていうことによって、もっともっとクラシックの音楽史が面白くなったなというふうになったんですけれども、どんどんこの難解になってしまいまして、最終的に思っているのはですね、アメリカのジョン・ケージが4分33秒という何も演奏しないというものをやって、そこから、新しいものは結構生まれてないですね。それがクラシックのちょっとこう今袋小路にいる事実かなと思いますけれども、はい、やはりここからもう一度そのバッハのような神に捧げる音楽に戻るのでしょうか。それとも、今の J-POP とかみんな大体ロマン派だと思いますけれども、感情のトロに行き着くのであるか、それともドビュッシーのようにまた新しく、なおかつ美しい音楽を作る誰かが現れるのではないでしょうかということですね。ジョン・ケージは素晴らしいですけど、もう美しいとかそういう感じじゃないですからね。演奏しないっていうことなので、それはちょっと禁じ手と言いますか、いなくてはならない人だったと思いますけれども、禁じ手だなと思います。アメリカ人らしいなとはすごく思いますけれども。そして、ジョン・ケージより前に出てきたオーストリアのシェンベルクですね。12音技法。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12ですよね。この12音を均等に使って、なのでこの美しいコード進行を無視した音楽なんですね。こういう感じの音楽、美しいっちゃ美しいですけれども、こう iPhone でリラックスするときに聴きたい音楽ではないかなというのがまだ私の気持ちで、まだ今生きている人たちもまだそういう感じなので、シェンベルクに追いついてないという、ね、昨今ですね。なので音楽というのは、でもそのシュトラウス2世が一番稼いだっていう事実もあるように、やはり音楽に享楽的なものを人間って求めていると思うんですね。やっぱり快楽というか、それを求めていると思うんです。ベートーベンが出てくる前のモーツァルト、その前のハイドンとか、そういう時はですね、貴族たちがやっぱりご飯を食べている時とか、夜くつろいでる時に気持ちよくなる音楽ということで作らせたんですよね。やはり音楽家というのは身分が低かったので、貴族の人たちが快楽を得るための音楽なんですよね。なのでそれが根底にあるクラシックというのがあるので、ちょっとシェンベルクみたいな感じのこういう感じになってしまうとちょっと難解ですよね。こう眉間にシワを寄せる音楽になってしまうじゃないですか。このようなモーツァルトの美しい音楽という感じではないんですよね。ですがモーツァルトはそれは気づいてたんです。私たちは貴族の道具ではないと。なのでこのようなちょっと単調の曲を作りました。
作ってたらね、どんな感じだったのかなと思いますけども、貴族のための明るい音楽にやっぱ素晴らしいモーツァルトの才能もあるなと思うので、王様ありがとうという気持ちにも、ね、なりますよね。それが本当にあのクラシックの面白いところです。やはりその絶対王政の時代でたくさんの犠牲者が出てっていうのはありますけれども、クラシックのまあ専門家なのでクラシックってことだけ考えさせていただくと、やはりあのお金持ちの人がいたことによってこれだけクラシックの美しいものができているんだなというふうに思いまして、あの今を生きる PR人として思うのは、やはりそういう芸術を残しておいてくれてどうもありがとうっていう気持ちはすごくありますよね。なのでなかなかクラシックという、まあ、400年の歴史ですね。もっと昔にグレコリオ聖歌とかそういう基礎になるものはあるんですけれども、やはりこの1600年代からのあの歴史ですね、そこからがまあクラシックの今の400年というふうになりますけれども、それはやはりお金に守られているなというふうに思います。なのでまあそれをこう演奏できる喜び、やはりこう人生みんな限りがありまして生活がありますけれども、やはり演奏家としてですね、この400年の歴史の中に残った名曲を演奏できる喜びというのは本当にあの変え難いものですね。本当かけがえのないものがあるなとすごく感じてしまいます。それはやはり王様お姫様がいたからだなと思います。マリー・アントワネットがいたからだなというふうにも思います。あのいろんな犠牲を持ってなんですけれども、クラシックの歴史ということで考えたことでありますと、やはりあの王宮エステルハージ家のようなそういう貴族の人たちにはありがとうとしか私は言えないですね。はい、なのでちょっとこの辺でフィーネ。